ニルス・ブロメール JP サダーマーク。ニルス・ブロメールは、スウェーデンの画家である、スコーネ県の村で生まれた。ルンドで見習いを始めて20歳から、肖像画を描くようになり、くば枠化の成功を収めた。1839年に蓄えた資金で、ストックホルムへ転居。ストックホルムでは、ブロメールと名乗るようになり、スウェーデン王立美術院に入学した。 アカデミーの賞を数回獲得した後、1847年に外国留学の給費金を受け、パリ滞在の後、イタリアへ向かう。1852年11月、イタリアで同じく画家であるエドラがスティフ・バヤンソンと結婚。しかし間もなく胸の疾病に感染し、1853年2月1日、ローマにて死去した。ブロメールの最も有名な作品は、 北欧神話と伝承に基づいたものである。その中には、アルフ・ドレムマン、サマーナッツ・オ・ドレムマン、ナキン・オ・アガーズ・ルトラー、ブロガ・オイズナ、フレイヤ、ローケイ・オシジン、そして、アルフ・バーなどがある。この記事は、パブリックドメインであるスフェンスクとバイグラフィスクと、 ハンドリングジコン http コロンスラッシュスラッシュ runeberg.org スラッシュ sbh スラッシュ a0haq.html の記述に基づいている。ありがとうございます。